じゃあ次の2つ目のキーワードに行きたいと思います、はい、障害者の働く環境のためだった。さあこれはどういうことでしょうか。はい、まあ、この、まあ、NPO 法人もそうなんですけども、はい、もともと先ほど出てきた障害者ゴルフ大会、まあ、これ全体大会というのがあったんですけども、はい、そこでですね、実はこの NPO の代表とですねちょっと知り合いまして、で、まあ、最初は全然分からなかったんですけども、目満別で行われた大会だったのにわざわざ、ね、札幌の健常者の方が来て、どんな方なのかなってすごく興味を持ってですね、はい、まあ、なんとかこう連絡を取る方法を見つけて、ただここに来てみたらというカフェをやってるよということを、まあ、聞いたもんですから、まあ、ぜひとも僕もね参加して、でいろいろ障害者の障害を持ってる方でも、まあ、働ける環境づくりができて、でまたスポーツにね、できる人もはもっともっとスポーツをやっていけばいいかなということがあったものですから、そこにまあ僕も今日まあ賛同したというような形ですね。はい、この来てみたらの代表の方っていうのは、はい、そもそもそのゴルフのね一番最初に出会った、はいはい、あれなんでいらしてたんですかね。やっぱりもともとゴルフ、まあ、大好きな方なんですけど、ゴルフ障害を持った人にでもゴルフをこう教えられるような、まあ、そういう環境ができればいいなというところがやっぱりちょっと一つ、まあ、まだちょっとそういうのも実際には、ね、なかなかできてなかったんですけども、まあ、今後それができるような活動をしていけばなというふうな感じですね。障害をお持ちの方 の、 そのスポーツ振興といいますか、はいはい、 そうですね、そういったことを目指した NPO という話を聞いて、はい、それじゃあお手伝いしようということになったんですね。はい、そんな障害者のもともと働く環境のためにこちらの NPO に一緒に活動するようになった岡林さんです。では3つ目のキーワードです。